今から20年前に起こった未曾有の世界大戦。悲惨な結果に終わったこの戦争はサラエボから始まったんじゃない。何十年も前のセダンから始まってたんだ。1870年、仏仏戦争、セダンの戦いにおいて皇帝ナポレオン3世の軍隊は屈辱的な敗北を喫し、捕虜となった皇帝に失望した共和主義者らによって、第三共和制の樹立が宣言される。しかし、プロイセンに対する新政府の弱腰な姿勢はパリ市民の抵抗を招き、それは世界初のプロレタリアート独裁政府、パリコミューンの樹立を招いたんだ。仏仏戦争は勝者プロイセンには、大国ドイツ帝国の成立という最大の報酬を、敗者フランスには何十年にもわたる政治的混乱、虐殺のような弾圧により鎮圧されたパリコミューンという記憶、そして屈辱的な敗北とアルザスロレーヌの割譲によるドイツに対する巨大な復讐心と、勝者のドイツとは対照的なものを残していったわけだ。この戦争以来、ドイツへの復讐はフランスの国民的悲願になった。フランス人にとって大独戦争は大戦の40年以上前からずっと続いていたようなもんだ。だからこそ1914年、世界大戦が始まった時、復讐心と愛国心に燃えるフランス人の士気は非常に高かった。だが、それも長くは続かなかったんだ。なんせ、クリスマスまでには終わる、なんて、言われてた戦争は、5年も続くことになっちゃったわけだからな。西部戦線は開戦翌年の1915年には、膠着状態に。これは防御側が圧倒的に優位な塹壕戦のせいだな。攻撃側が何十万もの損害を出すことになってしまうような戦闘が続いたんだ。1917年、ドイツのカイザーが無制限潜水艦作戦の再開案を却下したことは、強将にとって戦線膠着打破のための最後の頼み、アメリカ参戦の可能性を消し去ったぜ。やがて東部戦線ではロシアが、ブレストリトフスク条約を結んで離脱。1919年、戦力に余裕ができたドイツはミヒャエル作戦と呼ばれる大攻勢をかけ、西部戦線は4年ぶりに膠着を脱した。それはフランスにとって最悪の形で、だが、ドイツが戦線を突破し、パリに迫ったことはフランス人に仏仏戦争の記憶を蘇らせたんだ。労働組合の中央組織であるフランス労働総同盟が、停戦を求めてデネストを宣言。フランス第三共和制は自らが、停戦を打倒した時と同じように、崩壊しちゃったんだ。歴史の皮肉だよな。その後、フランスは臨時政府と CGT の二重権力体制になったが、帝民主義のジャコバン派が、ロシア10月革命の再現を狙って蜂起を開始したことで、CGT も動かざるを得なくなり、コミューンと臨時政府による激しい内戦が続いた後、臨時政府が北アフリカに逃亡。そしてメトロポリテーヌには連邦国家フランス、コミューンが成立したんだ。コミューンは共産主義国家ではない。労働組合によって指導されるサンディカリスム国家だ。と長々と語ってしまったが、これが私とお前が暮らすコミューンの歴史だ。なんとなく理解できたかな。ありがとうマリサ。どういたしまして。しかし、勤務中にいきなりぶっ倒れて、やっと目を覚ましたと思ったら記憶喪失だって。全く思い出せないの。でもなぜかあんたのことは覚えてるのよね。フランスコミューンという国家に、関してのミスっぽりと抜けている。そういう不思議な感じがするわ。まあ数日昏睡状態だったから記憶が混乱してるんだろう。そのうち戻るさ。それとお前、ずっと加速だのアルトーだの、寝言みたいに言ってたけど、あやなんだ。アルトー閣下、アルトー閣下、目を覚ましてください。我々にはあなたが、必要です。アルトー閣下、アルトー閣下、目を覚ましてください。どうした？顔色悪いぜ。フランスサンディカリスムの守護者、ガムラン将軍。おお、ガムラン将軍のことは覚えてるのか。名前だけ知ってるわ。でも、具体的には思い出せない。そっか、まあ将軍に会ったら思い出すだろ。私らの上司、参謀総長ガムラン大将にさ。ちょっと待って、将軍と呼ばれてる人が、上司ってことは、私たちは軍人なの？そうだが。へへ、意外だったか？とても。上からお前が目を覚ましたら参謀本部に連れて行くように言われてる。将軍に会えばお前の記憶も戻るだろ。
なぜか知らないけど私自身もそんな気がするわ。歩けるか？陸軍の庁舎までは15分ほどかかるが。歩くぐらいなら問題ないわ。そうか、ならよかった。お前をおぶってくなんてごめんだからな。じゃあ行こうか。いやぁ、今日も鳥は人だかりがすごいなぁ。ストリートマーケットを、やってるみたいね。ああ、でもそれだけじゃないみたいだ。フランスの革命は不十分である。フランスに必要なのは、まず第一に赤色テロ。白色テロの脅威に直面しているフランスは、赤色テロによって全ての、反革命を根絶する必要がある。そして経済の完全な国有化。世界革命の主導者であるフランスには、国の主導による大規模な工業化が、必要である。などという大バカ者のジャコバンは死滅すべきである。フランスはドイツを打倒するために、全力を注がねばならない。世界革命はドイツ率いる帝国協定打倒後の、話である。戦争産業の強化と、食糧軍人による軍隊の、創設。公安委員会の権限強化による中央集権国家の、樹立。フランス革命を最良の、形に導くのは全体主義の、ソレリアンである。というような愚かなソレリアンは無視し、真のマルクス主義を実現するジャコバンに、投票してください。何が真のマルクス主義だ、ボリシェビストが。フランスに必要なのは戦争だ、革命は闘争である。話にならん。あのような理論も何もない無学な公選主義者の、相手を、我ら前衛がする必要は、ないだろう。レーニンの言った通りのことしかできない頭の固い共存主義者に、言われたくはないがな。なんだと。どうした？図星だったか？レーニンを愚弄するとは許せん。おい、あの演説を妨害する奴らをやっちまえ。こちらこそだ、あのボリシェビキどもを、殴り飛ばせ。マリサ、あの騒ぎは一体何よ？ジャコバンとソレリアンの喧嘩だ。私兵組織を使って殴り合いの、乱闘をしてる。まあいつものことだから気にすんな。要は派閥争いってことかしら？ああ、こないだ公安委員会議長の、ビブエールが、辞任に追い込まれて議長の座が、空白になったんだ。ちなみに公安委員会は内閣、その議長は首相に当たるぜ。それで来月選挙が行われることが、決定されたから、派閥による勢力争いが、起きてるってわけ。特にコミューンで、最も過激なソレリアンと、ジャコバンの2派閥の競争は、ひどい。なるほどね。もう少し詳しく派閥について、教えてほしいんだけど。わかったぜ。現在、コミューンには4つの派閥がある。アナーキズム、トラブアイユール、ジャコバン、ソレリアン、の4つだ。1つ目のアナーキストは、その名の通り無政府主義者の、派閥だ。リーダーはウクライナから亡命してきた革命家、ネストル、マフノ。アナーキストの最終的な目的は中央政府の、弱体化。地方自治の強化とより開放的な社会の、創設だ。現在最大派閥のトラブアイユールとの、連立を組んでおり、国家元首にあたる労働総取引所会長セバスチャン、フォールは、アナーキズム派の出身だな。ちなみに労働総取引所ってのは、国会にあたる組織だ。各地の労働組合に指名された者がその議員となる。二つ目はトラブアイユール。最大派閥にして最も、穏健な派閥だ。トラブアイユールはフランス語で、労働者って意味だ。この派閥には旧社会党員のような穏健な社会主義者も、集まっている。隣国イギリスでもサンディカリスム革命が、勃発し、イギリス連合が成立したが、この国はフランスよりも分権化された議会制サンディカリスム国家だ。トラブアイユールはそのイギリスのように、サンディカリスム民主主義を、拡大することを目標としている。彼らは現在政権与党だが、マルソー・ピブエールの失脚により、権力を失う可能性が、出てきてるぜ。三つ目の派閥はソレリアン。コミューンの最極左派閥の、一方だ。リーダーはジョルジュ・バロア。ナショナリズムを煽ることで、主に若者への支持を増やしている。ソレリアンは強力な中央集権国家の、樹立と、ドイツへの報復のための総力戦体制構築を、唱えているぜ。ちなみにソレリアンってのは、暴力論を、表したアナルコ、サンディカリスト。ジョルジュ・ソレルに由来している。彼はムッソリーニに多大な影響を、与えたことで有名だな。このようなイデオロギーは全世界の、サンディカリスム国家に存在しており、他の派閥からは批判を込めて、全体社会主義、と、呼称されているぞ。最後の派閥はジャコバン、ソレリアンと並ぶ最極左派閥のもう一方だ。リーダーはマルセル、であ。ロシア革命の失敗により影が薄れたマルクス・レーニン主義、を唱えている派閥だ。インターナショナルを通じて、世界各国に前衛党、すなわち共産党を樹立し、国際的テロルを主導する。最終的な目標は世界革命だ。しかし、
彼らはサンディカリスムに対する軽視を隠そうとしない。ジャコバンが権力を握れば、コミューンの生態は変容してしまうかもな。で、その極左派閥のジャコバンと、ソレリアンが乱闘騒ぎと。ああ、あいつらがコミューンの権力を掌握するなんて、私は考えたくはないがな。よし、着いたぜ。ここが人民陸軍の庁舎だ。参謀本部もここにある。じゃあ、ガムラン将軍に会いに行こうか。ええ、失礼します。ガムラン将軍、副官の霧雨中佐です。長らく昏睡状態にあった白霊中佐を連れてお伺いしました。お、そうか、入りなさい。部屋の奥には小さな老人が一人。この男が軍の参謀総長？とても信じられない。そのぐらい恩はそうな男だ。待っていたよマリサ君。この数日で君たちがいないと職務が大変だということを思い知らされた。申し訳ないな将軍、こいつがぶっ倒れたせいで。霊夢、こちらが先の大戦の英雄にしてフランス人民軍の実質的なトップ、ガムラン将軍だ。ん？なぜ霊夢君に私の紹介をするのかね。それがさ、聞いてくれよ将軍。こいつ、昏睡状態から目覚めたと思ったら、フランス、コミューンについては何も思い出せないって言うんだ。だから日頃からお世話になってる将軍に会えば、記憶も戻るんじゃないかって思ったんだが。そうか。君たち二人には頼みがあったんだが、霊夢君がそういう状況では難しそうだな。どうだ霊夢？将軍に会っても何も思い出せないか？ふむ、君が信任の証拠かい？はい、この度参謀本部に配されました白霊霊夢です。よろしくお願いします。はは、そんなにかしこまる必要はないさ。これからよろしく頼むよ。しかし、マルヌ海戦の英雄たるガムラン閣下と、私ごときが共にお仕事を、することができる。これほど名誉なことはありません。他人は英雄、英雄と囃し立てるが、私は英雄なんかじゃない。君と同じ一人の愛国者に、過ぎないんだよ。霊夢？霊夢？大丈夫か？ガムラン閣下。人民陸軍の一員にして、あなたの副官たる白霊霊夢、ただいま戻りました。命令があるならば、何なりとお命じください。霊夢、お前、記憶が。ええ、バッチリよ、迷惑かけたわね、マリサ。おお、よかったよかった、マリサ君だけでは心もとなかったからな。将軍、それはどういう意味だ？君は軍事指揮には長けているが、政治取引はからっきしじゃないか。ってことは将軍、その頼みって政治的なことなんですか？ああ、来月行われる選挙についてだ。あの選挙でコミューンのすべてのことが見直される。当然、軍もだ。今日もソレリアンとジャコバンがやり合ってたな。勝者が権力を握るんだ。当然派閥争いも激化するよな。軍内部でもジャコバン将校、ソレリアン将校みたいな派閥別の対立構造ができちゃってるからな。マリサ君、それだ。私がこの考えを漏らすのは君たちが初めてなんだが、軍内部の派閥対立を収拾するため、私は参謀総長を辞任するつもりだ。え？辞任ですか？将軍、正気か？参謀本部がもしジャコバンやソレリアンの手に渡ったらどうするんだ？待て、早まりすぎるのは君の良くない癖だぞ。そこで君たちに頼みがあるわけだ。ええ、聞かせてください。次回、人民戦線。